おとしと、大鳥居桂木おとし神社は、奈良県御世市東持田にある神社。式内社で、旧社格は合社。全国にあるおとし神社、おとし神社の総本社を称する。高鴨神社、鴨と派神社に対して、中鴨社と称される。祭神は次の三柱。演起式神明町での祭神は一座。同調に、桂木おとし神社と見えるように、 お年神を祀る神社とされる。古事記によると、お年神は、スサノオの命の孫にあたり、オ年神と紅葉美名の間に生まれたという。お年は、コミノのいて穀物を司る神とされ、朝廷の記念祭では、最も重要な神として祀られていた。お年神に関して、古語周囲では、お年神のたたりで、苗が枯れたので白馬白い 白鳥を献じるようになったという説話が見えるほか、演技式記念祭場では、お年紙にやはり、白馬、白い、白鳥各一つを加える旨が定められている。一方他文献では、仙台旧児本儀に、高照光みつ姫大神明沢国くず神氷、お年紙社の記載があるほか、大宮分身類社賞にも、長ら美名神社一座、山戸国く上神氷、曰くお年紙社、 コーテルミツ姫命の地と見え、コーテルミツ姫命の地を祭人とする説が存在する。このコーテルミツ姫命イノ祭人説に関して、元織ノリナの古事記念では、新明庁において鴨モ派、八重こと白主の命神社の次にカツラギ落とし神社が掲載されていたために、こと白主の妹神である、コーテルミツ姫命の地を押し当てたに過ぎないと推測する。その他、 上述の古語周囲の説話には、殺牛祭司や薬用植物の知識が見えることから、古代豪族のカツの氏の配下にあったトライ系集団が、お年紙の祭祀形成に影響を与えたとする説がある。この説において、同様の殺牛祭司の伝承が、危機の雨の日こや紡がしとのトライ説話にも見え、それらの説話で姫本祖神社の起源端が語られることから、 姫元祖神社祭人の仕立てる姫神が、春先の札牛の交際祀で、お年神として祀られる、太陽女神であったとする。加えて仕立てる姫神は、カツの地方の神社にも見えることから、カツお年神社の祭神ももともとは、仕立てる姫神であったと指摘される。ただし、姫の日母子の妻である姫、虚祖名は、三上氏の系図に、天神彦根命の娘とされており、本来は、 仕立てる姫神と全くの別神である。創建は不詳。新大山とする落とし三歩黒に鎮座する。新昇格直不詳大道元年帳によると、当時の落とし神には神戸が十三個あり、うち天平神五元年に山和国から三個、佐抜国から十個が当てられたという。国史では、人寿二年に落とし神の神海が十二位。 後世二位に進められた旨のほか、天安三年には、十一位に少女されたことが記されている。また、上岸十二年には、河内国に堤防を築くに際し洪水を避けるため、水源の大和国の山西神ほか大和神、広瀬神、達田神に、祈願の宝兵があった。神職に関しては、新聖聖史録において、大和国内に山西宿の記載があり、同志を、 大物主審五世今後の遺蓋いた猫命の光栄と記載する。ただし、日本三代実録上元八年帖には、三歳神には、古くから神主がなかったため新たにこれを置いたが、祟りがあったため停止したとある。この両書の記述の解釈は明らかでない。延長五年成立の演技式神明帳では、山戸国区図神氷に、カツラギ落と神社名神大月寺にいいめとして、 明神大社に列するとともに、朝廷の月次祭、新滑祭りに際しては平白に預かった旨が記載されている。なお、同朝では大和国高一軍にも、お年紙社の記載がある。平時元年9月2日の大和国木大下事情案では、王三祭社と見える。その後の変遷は不詳。明治維新後、明治6年に近代社格制度において後者に列した。本殿と、 拝殿本殿は一軒者春日づくりで、江戸期春日大社本殿第一殿を移築した。現在の屋根は銅板武器である。本殿前には拝殿が建てられている。いずれも境内者として、次の神社が鎮座する。葛城落とし神社で年間に行われる祭神の一覧。車南半など葛城インターチェンジから15分。 京奈和道御所南インターチェンジから10分電車、近鉄南大阪線安倍の橋駅から、吉野駅尺戸駅で乗り換え御所駅で降り徒歩約40分タクシーで10分。バスは御所駅から、琴野バス停下車徒歩10分原点出店書籍サイト。ありがとうございます。